はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、三越文具フェア2024五大祭りということで、もうすでに始まっておりますね。今年三越さんのね、350周年記念ということで、ものすごく大きくこちらの文具フェアを開催しております。工房節の方は3月1日から3日まで、3日間ですね、店頭に立ってペンの方の販売をいたします。こちら事前予約でした。もうすでにね、予約完売となっております。本当にありがとうございます。店頭での販売以外なんですけども、実は2月14日から先行抽選販売が行われております。僕だけではなく、ガラスペン、木軸ペンとね、いろんな作家さんが商品の方ね、作品の方を出して抽選販売しております。工房節の方もルーチェペン、ペンシル、グラスを合わせて63本出しておりますので、またよろしければリンク貼っておきます。そちらの方を見てください。そう、来れないお客様ね、こういう時にまた参加していただけるとありがたいです。はい、それとはまた別で、3月4日月曜日にですね、また別の抽選販売があるんですよね。はい、こちらの方は工房節は螺鈿文具、螺鈿万年筆のこちら、はい、そうです、数字マトリクスでございます。はい、マトリクスの方1本工房節の方から出させていただいております。はい、マトリクス、そう、今回ね、三越さんがこの350周年ということで、もう飛びに飛んでマトリクスのシリアルナンバーが350となっております。はい、映るかな。はい、350ですね。はーい、金色のね、はい、350となっております。他にもね、こちらの方 3と5と0をね、多めに作っていただきました、ボトムがね。うん、ありがたいです。はい、ということでマトリクス、はい、で今回ね、本当はいつもだと税込み120万なんですけども、ちょっとどうしてもね、なかなかうまく120万ができなくって、110万の消費税で121万円となります。はい、そのためね、はい、少しだけ、はい、プラスアルファしたやつね、サービスつけております。はい、ごめんなさい、箱のまんまなんですけれども、ウォールナットのペントレー付きインクトレーですね、ペントレーも付いております。そしてインクですね、接インクを、はい、何個か5、6個お付けいたします。そしてプラスアルファね、うん、なかなか万年筆という使わないかもしれないんで、まあ350周年ね、もし使わないかもしれないので、ルーチェペンの黒木1本サービスで付けさせていただきます。はい、いつもよりもね、1万円高いということで、まあ、それ以上のプラスアルファでサービスつけておきますので、もしよろしければね、3月の4日抽選販売の方参加されていただければありがたいです。はい、もう350は多分ね、ずっと一生作ってても多分そこまでシリアルナンバーいかないと思います。はい、年間内です、5本前後となりますので、うん、350までは 100% いきません。今ね、だいたい27、8ぐらいまで今年行く予定でございます。まだまだ10分の1にもね、届かないということなので、はい、まあ、またね、マトリクスもう350周年記念ということで、350よろしければ、三越さんの方でね、抽選販売の方参加していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、で螺鈿文具ね、なかなか買えないですね。どうやって買うんですかっていう質問もね、来るんですけども、日本ではですね、うん、はい、4月の29日、今年の29日ですね、いつも新宿の個展僕やっているんですけども、そこの会場、同じ新宿ワープさんで螺鈿文具だけの展示販売を行います。はい、昨年もね、させていただいたんですが、マトリクスだけではなく、他に万年筆、サイバー、六角両輪と、ボールペン、そしてペンシルも合わせてね、
結構たくさん仕込んでいただいておりますので間に合うと思います。はい、そちらの方のね抽選販売をさせていただきます。また詳しい情報は4月に入ってからお話ししたいと思いますが、こちらの方はね、はい、観覧自由となっております。観覧していただいて購入希望者のみその場でね抽選カードっていうものをお渡しして、まあ書いていただいて、まあ3時とかぐらいかな、3時前後ぐらいに抽選締め切って抽選をして、はい、皆さんにね、はい、マネスの方はそこからさらに調整が出てきますね。はい、皆さんにお渡しします。はい、そんな感じですので、はい、はがきはこちらの方はいりません。はい、個展の方はあります。まあ多分大丈夫だと、余らないと思うんですけども、まあこちらでもし誰も買わないっていうことがあれば、はい、個展の方でもそのままね観覧していただいて、順番にね見ていただいた方で欲しいという方販売できればなと思っておりますが、まあ去年の感じから言うと多分ないな、まあそんなに数もめちゃくちゃないです。まあ全部すべて合わせて10本ぐらいでしょうか、10本から15本ぐらいの間だと思います。なかなかね螺鈿文具ってそんなにねできないんですよ。めっちゃくちゃ時間がかかるんですよ。なのでなかなかね定期的に販売はできませんが、まあ年に1回個展の時に一緒に螺鈿文具の販売と、あとは海外ですね、アメリカ、そしてまあ台湾と、まあ昨年持っていて、まあ今年また韓国も増えてくるんですけども、はい、まあ海外に向けてね、日本のこの池田先生の技術、ハリアさんのね技術、日本のねこの伝統工芸っていうものをね海外の方にも見ていただこうと思っております。はい、もちろん海外のイベント来ていただいても全然大丈夫なんですけども、日本では基本的に、はい、こちらの螺鈿文具の販売はね4月、この個展の今年は4月29日となっております。よろしくお願いします。ではでは、まずはね三越さんで350という特別なマトリクス、また抽選販売ね参加していただければなと思っております。ではでは、よろしくお願いいたします。